おい、出来損ない。今度から仕送り額増やせ。え？急に何言ってんの？無理だよ。ああ？お兄様に口答えする気か。俺の言うこと黙って聞いとけ。今までだって十分払ってるし、もうそろそろいいでしょ？何言ってんだ？お前みたいな役立たずな女は、それくらいするしか能がないだろ。結婚もしないでダラダラ働いてるんだから、俺と親に恩返しくらいしても罰は当たらないだろ。恩返しって何よ？親はまだしも、なんで私があんたに恩返ししなきゃいけないの？恩なんて何もないんだけど。何もないってなんだよ。俺がお前のことを兄貴としてずっと支えてやったおかげで今のお前があるんだろうか。そんなこと思ってるのあんただけだよ。っていうか、支えてもらった覚えなんてないし、なんで私が30超えて仕事もしてないあんたのために仕送り送ってあげなきゃいけないのかずっとわかんなかった。は？俺にじゃなくて家族にだろ。そんなのもわかんないなんて、お前頭が悪すぎるんじゃないのか。お前は昔から頭が悪かったよな。俺もお前みたいな出来損ないの妹がいて、昔から本当に恥ずかしかったんだぞ。それでも兄弟でいてやったんだから、少しは感謝しろよ。何言ってるのかわからないけど、確かに兄貴は頭が良かったよね。でも結局、大学受験で失敗して、ろくろをした結果、諦めたでしょ？あれは、俺が大学に入るべきじゃないっていう、神からの啓示だったんだ。そう思いたいならいいけどさ、普通に浪人して失敗しただけでしょ？だから本当はそこまで頭も良くなかったんだろうね。田舎の小さい学校だからなんとかやっていけてたんだよ。でも本当に頭のいい大学には入れなかった。これで気がつけばよかったのにな。なんだよ。今日はやたらと口答えしてきやがるな。どういうつもりだ？最後だからはっきり言ってやろうと思って。そもそも大学受験で失敗したくらいなら切り替えて前に進めばいいのにさ。それでやたらと職探しにもこだわって、結局30過ぎてもずっとニート。ニートじゃねえから。俺は行動すべき時を待ってるだけだ。何が悪いんだよ。金稼げよ。行動すべき時は今だよ。うるさい。お前に何がわかるんだ。お前みたいな凡人には、俺みたいな天才のことはわからないんだ。天才？なんで自分が天才だと思ってるの？お前ふざけてんのか？俺は中学までずっと成績がクラス1位だったんだぞ。そんなの天才じゃないとできないだろ。たった20人のクラスで1位だからって天才ってことになるの？じゃあ日本中に天才は何万人いるんだろうね。おい、もしかしてお前、俺のこと見下してるんじゃないだろうな。見下してるというか軽蔑してるよ。最低だなーって思ってる。お前に軽蔑される筋合いなんてない。親父もママも俺が一番可愛いんだ。お前より俺にずっと期待してるんだよ。それはそうだろうね。両親も両親だと思ってるし。しかしその年でまだママって、マザコンも度を越すと痛いよ。うるさいんだよ。お前は俺たち家族の奴隷なんだから、おとなしくしとけよ。お前にできることは金を振り込むだけだ。もういいわ、さよなら。は？おい、今月分の仕送りがまだだぞ。さっさと振り込めよ、脳なし妹。黙れ、クズニート。ああ、今たまたま金下ろそうと思ってきたら今月の分入ってないし、金額増やして入れろって言ったのに、そもそも入ってないってどういうことだよ。もうクズニートとそれを容認する両親にはもう二度とお金なんて払わないから。はあ、お前何ふざけたこと言ってんだよ。そんなことできるわけないだろ。きちんと金を払え。それがお前にできる唯一の家族孝行だろ。家族孝行って何よ。あんたに孝行する覚えなんぞないわ。しっかり自分で仕事して稼げ。今年で35でしょ。親がいつまでも元気だと思うなよ。なんだお前、奴隷のくせに生意気だぞ。お前の家の場所だって分かってるんだ。これからそっちに行ってやる。お前が金を渡すまでは帰らないからな。暇だね。ニートは時間だけはあるもんね。また見下したようなこと言いやがって。覚悟しとけよ。残念だけど私はもうその家には住んでません。え、どういうことだよ。実はもうすでに引っ越しました。俺たち家族に何の報告もなく何勝手に引っ越してんだよ。言う筋合いもないし、もう家族とは縁を切ろうと思ってるから二度と会うことはないんじゃないかな。何言ってんだ。簡単に探せるんだぞ、お前がどこにいるかなんて。
探したいなら探してもいいけど、私はもう海外にいるから。探し出してわざわざ来るのは大変じゃない？は、海外？何わけわかんないこと言ってんだよ。外国人の彼と結婚して違う国に住むことにしたの。まだこれからいろいろビザの手続きとか大変だけど、もう日本に帰ることは当分ないかな。は、結婚？はあ、言ってる意味がわからない。どうせ嘘だろそんなの。こんな嘘つきませんよ。やっと自由になれたから今回は好きなこと言ってやれるわよ。今までよくも奴隷扱いして私が頑張って稼いだお金を搾取し続けてくれたわね。搾取って大げさだろ。お前が家族に仕送りするのは当たり前。働いてるんだからそれくらいしろよ。お前が働いて仕送りできるようになってから言え。ふざけるのもいい加減にしてください。兄のあんたが本当は先に働くべきでしょ。俺にはもっと大きな使命があるんだから働くのは今ではない。俺はいずれ世界を救うんだから。何言ってんの？中二病は中二までにしてください。どういう意味だよ。いいから金を送れよ。送りません。彼と出会って日本から離れようって決意するまではずっとあんたのこととか親のこととか怖かったけど、今思ったらただの妄想だったんだな。それも何が言いたいんだ。あんたは私が言い返したらすぐ切れる、ただの胃の中の蛙だったってことよ。自分がすごいと思ってるだけで何の価値もない人間だってこと。人のことよくもそこまで見下してくれたな。今もうお前の家の前にいるからな。え？お前の嘘は分かってるんだ。これから黙らせてやるから覚悟しとけよ。警察沙汰になる前にやめた方がいいんじゃない？お前が泣いて謝って許しを請うまで絶対許さないからな。はいはい。私、そこはもう引っ越してるって言ったよね。嘘とか思うのは自由だけど、私はいないからね。おい、どういうことだ？知らない人が出てきて警察呼ばれた。焦って逃げたけど、どういうことだよ。え、もしかして日本語もわからないの？私はそこから引っ越して、今はイタリアにいるけど、何言ってるの？そうか、今は平日か。は？じゃあ会社にいるのか。何言ってもダメみたいだね。そんなことしてたら親からもさすがに見放されるんじゃない？なんでそこまでして私に謝らせたいのよ。お前はずっと俺の下じゃないとダメなんだ。国際結婚して海外在住なんてまるで俺より上みたいだろ。お前は俺の奴隷なんだから、おとなしく言うこと聞くしかないっていうのを身をもって分からせてやるんだよ。本当に暇なんだね。お母さんにまで見放されちゃうよ。ママが見捨てるわけないだろ。俺とママはずっと一緒なんだから。大学落ちた時もずっと励ましてくれて、俺にはもっと他の可能性があるはずっていつも言ってくれてたんだから。そうだね。お母さんは私には興味なくてずっとあんたにべったりだったもんね。おかげでこんなモンスターを生み出しちゃったわけだけど。失礼なことばっかり言いやがって。俺におとなしく金払っとけばよかったのに。これじゃパチンコに行けない。今すぐ金払ってもらうから、今会社に向かってるから準備しとけよ。10万円下ろして待ってろ。会社ももう先月で退職してます。今会社に行っても私はもちろんいないし、迷惑かかるだけだからやめてください。お金お金って言ってたけど、パチンコに使ってたんだね。月に15万も仕送りしてたのに、今まで私は自由になるお金なんてほとんどなかったのに、ずっとそれを使って遊んでたんだね。遊んでるわけではない。これは将来への投資だ。もう言ってる意味はわからないけど、知りたくもないからもういいや。どういう意味だよ。金よこせ。私はもう関わるつもりないから。日本にも戻りたくないし、今後は他人ということで、もちろん LINE もブロックするつもりだから。お元気で。今もうすぐ会社に着く。準備はいいか。私には関係ないけどさ、会社で暴れたらさすがに捕まると思うから、今のうちに思いとどまった方がいいんじゃない？俺がお前の勤務先知らないとでも思ったのか。俺の能力をもってすれば簡単に調べられたんだ。いや、前言ったし、名刺も家にあるでしょ。着いた。ああ、もう終わったね。さすがに親からも見放されるんじゃない？返信がないとこを見ると本当にやらかしたのね。じゃ、私もブロックさせてもらいます。最後まで人の話を聞かなかったね。バイバイ、クズニート。高野さんは、早苗さんの予想通り会社へ乗り込んで、妹を出せと叫んで暴れ、警備員にすぐに取り押さえられて、警察へ突き出されたんだそうです。
連絡を受けて飛んできたご両親もさすがに何を言っているのかわからなかったそうで、もう諦めムードだったのだとか。その後、ご両親は荒野さんに気づかれないように二人で引っ越してしまい、荒野さんは結局一人で収入もなく取り残されてしまったんだそうです。バイトを始めようとしたそうですが、今のところどこのコンビニでも相手にされていないんだそうですよ。今後も難しそうですね。